ガグラガグラは、ジョージア、グルジア西部にあるアブハジア自治共和国の都市である。黒海の北東の海岸から5キロメートル入ったところにあり、コーカサス山脈の麓に位置する。亜熱帯気候のため、ロシア帝国やソビート連邦の支配下にあった時には、有名な保養地であった。しかし、1990年代のアブハジア戦争以来、 この街の人口は減少しますます衰退していった。1989年の人口は26,636人であったが、グルジア人のアブハジアからの大規模な追放によって、2009年時点での人口は15,700人と減少している。この街は 22km 北方にあるロシアの保養地である、そっちからのロシア人観光客がしばしば訪れている。 ガグラはトリグリトと呼ばれるギリシア人の植民地として建設されギリシア人と土着のアブハジア人が居住したローマ帝国に吸収される前の紀元前一世紀にはポントス王国の支配下にありニティカという名前に変えられた地理的な条件のためローマ人はこの都市を強化したというのもゴート族などの移民族が繰り返し侵入してきたためである ローマ帝国の没落の後、その後継である東ローマ帝国、ビザンツ帝国がこの島支配下に置いた。アブハジアの残りの部分と共に、9世紀以降マグラは、グルジアのイメレティ王国に組み込まれる。そして、ジェノバとベネツィアの商人が目立つ、商取引のための大きな居留地となった。主な輸出品は、木材、蜂蜜、蜜楼、そして奴隷であった。 ガグラの名前が初めて地図に載るのは、イタリア人のピエトロビスコンティが1308年作った地図である。この地図は現在ベネツィアのサンマルコト書館に収蔵されている。16世紀にガグラとアブハジアはオスマン帝国に征服された。西洋の商人は町から追い出され、住民の多くは産地へ逃げ出し、町は長引く衰退の時代を迎える。18世紀までに ガグラは森林と病気のはべこる沼地に囲まれた位置、乾村にまで縮小してしまった。その運命はロシア帝国が半島を広げ、アブハジアを併合した19世紀になって回復した。沼は干拓され、町は新しい陸軍病院を取り囲むように再建された。しかし人口はまだ少なく、 1866年の国勢調査では336人の男性と280人の女性。大部分は地元の家族か陸軍士官とその家族が生活していたと記録されている。1877年から1878年のロト戦争でトルコ軍が侵入し、町を破壊して住人を追い出すなど大きな被害を受けたが、ロシアは戦争に勝って、 ガグラを再建した。戦後、町は、ロシア皇族、オリガ・アレクサンドロブナ・ミコの夫である、ペーター・フォン・オルデンブルクによって、発見された。ペーターはその地域の亜熱帯性の気候に可能性を、見出し、そこに高級保養地を建設しようと決意した。政府から高額の資金を得て、自らの宮殿をこの地に建て、ヨーロッパ周辺の広く様々な様式で、 その他の建物をいくつも建設した。公園には熱帯の樹木が植えられ、異国の雰囲気を出すために、オウムやサルが持ち込まれた。高価な作業にもかかわらず、その保養地は最初は成功しなかったが、後には国会の船旅で訪れる、ますます多くの外国の観光客を引きつけることとなる。1905年のロシア革命、1917年のロシア革命とは異なるで、 地域の反乱によって革命政府が作られ短期間ではあったがガグラ共和国が誕生した。これはすぐに打ち破られ革命家たちは大量に逮捕された。数年後に起こった第一次世界大戦はガグラにとっても災難であった。というのもガグラが依存してきた観光産業が壊滅的な打撃を受けたからであった。その直後のロシア革命ではボリシェビッキが街を制圧した。 ロシア内戦の間、フランスは短期間ボリシェビキを追い出そうとしたが、ガグラはソビエト連邦にしっかりと取り込まれたのである。ボリシェビキのリーダーであるウラジーミル・レーニンが、ガグラに労働者の保養地を作るように命令し、オルデンブルクによって作られた保養地を国営化した。ガグラはソビエト市民に人気の休暇中の保養地となり、第二次世界大戦の間は負傷した兵士の、 社会復帰の場として新たな役割を得た。戦後、様々な国営サナトリウムがここに建設された。保養地は発展し、ソビエト版リビエラの一部として集中的に開発された。1980年代後半、この地域のグルジア人とアブハジア人との間の緊張が高まった。総力戦が1992年から1993年にかけて勃発し、 グルジア政府軍の壊滅的な敗北に終わった。アブハジアの大規模な民族浄化で、数千人のグルジア人が死亡し、数十万人が家を追われた。ガグラとアブハジアの首都、スフミは戦闘の中心地であり、大きな被害を受けた。チェチェン人の悪名高い反乱指揮官のシャミルバサエフは、チェチェンの義勇軍から派遣された指揮官として、アブハジア側に立って、ガグラで戦った。それ以来、 ガフラはアブハジアの残りの部分と同様に発展が止まっている。アブハジアとジョージアの国境紛争は都市の東側に限定されているものの対立はまだ解決していない。ガフラの主要なランドマークは以下の通り、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。